そうなんすか皆さん、リピートしてていいいたただるんでですすかありがねもうちょっと警戒にしゃべりなさいよ、今日は私に任せろって言ってたじゃないですか、今日は僕、しゃべりますって言ってきたんですけど、僕、個人的に浅川さんって大好きなんですよ、ああいう、なんていうんですか、不破さんもそうですけど、大人になって夢に向かってぶつかっていく、特に映画の監督たちはすごいよね。そうですよねだってさ あのこう言っちゃなんだけどさドラマの監督だとかプロデュースってる人とかはさあのどっかの社員だったりしてさ責任持たなくていいとこあるんだよやっぱどっかだけど, <laughs> けど、うん、映画監督ってまたプロデューサーの人ってお金集めてきて自分でお金集めてきてよそれで監督だって自分の作品として正面からやっぱりぶつかるわけだから、うん、いやでも,もう本当にわかる僕やっぱりついていきたくなる人が本当に好きでその浅川さん不破、うん、さんとかもついていくの、うん。 ついていきたくなる土井くんの気持ちがすごくわかるんですよなるほど。そういう人たちがいっぱい周りに僕は大人の方でいたからこの仕事をもっとしたいなって思うようになったんですよ、うん、あ、そうなのかそうなんですよ毎回その取材とかでこういう大人になりたいっていう時に渋い大人になりたいとか言うんですよヒゲの似合う男とか、まあ、ヒゲの似合うっていうのは結局どう表現渋さを表現していいかわからないからなんですけどそれがすごく六角さんにはあるなと思いながらそういう部分でやっぱりついていきたくなるところはありますね やっぱり一つ一つのことをあの今日はこれだけやったけども本来ならもう少し違うやり方もあったはずだしできることがあるはずだってことを常に考えてる人だと思うだからそういう方向性みたいなものがなんかいろんなことを作り上げていくんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたかっこいい <laughs> いやーもうなんか <laughs> 六角さんってやっぱり理想の先輩像がすごいっすね。いいややだけどどってきたことはひどいよ <laughs> 今まで本当に人に言えないようなことばっかりだからね <いや S 1> <laughs> そういうのを含めてかっこいいんだと思うんですよ男の先輩の理想像な気がするんですよね失敗してくださいどん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 失敗して、えー、自分はええというふうに思ったところから、えー、立ち上がってきてくださいそしてあのそれで何かが成し終えた時は一つその人は変わってると思いますそういうことが絶対必要ですから どんどん失敗してくださいそしてどんどん無茶をしてください以上ですなんか怖がらないでいてほしいなってちょっと思います後輩の子たちに対してというかそのまま世の中のいろいろな事情があるんだとは思うんですけどまあ僕個人としては怒られて育つんですよだから後輩の子たちにはそうであってほしいなとは思うんですけどそれがいいかってやると分かんないんですけどね本当人それぞれなんですけどでも怖がらないで 言ってあげるっていうその優しさは多分すごく伝わるものだと思うので、えー、なんか夢見てバカするとかっていうのも先輩として後輩から見てたらかっこいいと思う部分の一つだと思うんでそうであってほしいなと思います。